エルドリエ、この状態は以前見たベルクーリさんと同じ状態だ。術式は確かディープフリーズ。どうやって解除できるのかな。私に任せてください。解除方法を知っているのか。はい、オートにいる時、念のためにとおじさまから教わりました。このディープフリーズは元老院で整合騎士を凍結していた術式でもあります。おじさまはディープフリーズ術式の解析を進めて解除術式を突き止め、シエタ殿を目覚めさせたそうです。さすがベルクーリさんだね。まずはこの木から切り離そう。そうだな。にしてもこの木、これまでのカラントとは段違いの大きさだな。もしかして前に言っていた大元となる存在がこのカラントなのでは。そうかもしれない。だとしたら周囲の根は南帝国中のカラントとつながっていることになる。こいつを切れば南帝国からカラントを一掃できるかもしれない。よし、キリト、それは種みたいだな。不用意に触らない方が。うん、何の変哲もない種だな。まったく。アリスさん、それくらいじゃキリト君の好奇心は止められないよ。キリト、その種どうするの。俺には調べようもないし、オートに戻ったらカーディナルに渡してみるよ。正しい判断です。念のためこの木の一部も持っていこう。カーディナルに解析してもらえば詳細がつかめるかもしれないからな。さて、エルドリアを目覚めさせよう。アリス、頼む。わかりました。システムコール。エルドリエ。アリス様、大丈夫か。無事みたいですね。なぜ彼らがここに。あなたを助けに来たのです。助けに。私はまた反逆者に助けられたのか。騎士であるこの私が。今はそのようなことに固執している場合では。シオ、私の無礼な振る舞いを許していただきたい。何を。私はアリス様に与えられた任務を果たせず、カセドラルにてこの者たちに敗北しました。その後命を奪われることもなく、最高司祭芸家が撃たれるまで気を失っていた。キリトたちは騎士を傷つけるために小売教会へ反逆したわけでは。無論分かっています。だとしても私が今こうして再び命を救われたのは事実です。俺を戦いで審判する、つまりそういうことだな。ほう、随分と物分かりがいいことだ。あんたとは一度戦っている。どんな奴かも分かってるさ。それじゃあ受けて立つぜ。お相手願おうか、エルドリエ。キリト。エルドリエに認めてもらうためにはこの方が早いって思っただけだよ。それにカセドラルでの戦いに決着はついていないしな。それなら僕も。ダメだ、俺一人でやる。俺自身も本気の整合騎士とどこまで渡り合えるのか知りたいんだ。だから一人で戦わせてくれないか。まったく仕方ないな。絶対に負けるなよキリト。ああ、そのつもりだ。私が何を言っても戦うのですね。エルドリエを止めてくれるなら戦わないで済むかもしれないけど。無理でしょう。彼が頑固なのを私はよく知っていますきっと師匠に似たんだな。さあエルドリエ、決着をつけようぜ。はあ、準備はいいな、反逆者。整合騎士エルドリエ・システス31。
今度こそ貴様の意識を刈り取ってやろう。終わらせてもらうよ。
るではないか。終わらせてもらうよ。やはり強いな。あんたこそ改めて思い知ったよ、聖豪騎士の力を。貴様からそのようなセリフを引き出せるとは本気。それでどうする、まだやるか。いや、これで十分だ。改めて剣を交えた今、貴様が信念のもとに剣を振るっていたと理解できる。そして私は貴様らキリトとユージオに感謝しなければならない。感謝されるようなことをした覚えはないけど。いや、貴様たちは真実を明かしてくれた。確かに氷教会の秩序を壊し元老長と最高司祭外科を撃ったのは大きな罪だ。だが民を兵器に変えるという恐ろしい所業に気づくことすらできなかった私の罪はさらに大きい。貴様たちが真実を明かしてくれたことで、私は騎士として正しく民を守る機会を得ることができた。だから感謝すべきだと感じたのだ。礼を言う、キリト、ユージオ。別に礼を言う必要はないぜ。俺たちは一緒に戦う仲間だろ。エルドリエ、あなたも成長しましたね。やめてください、アリス様。では一段落ついたところで聞かせてください。はい、ご存知の通り私は報告を受けて南の回廊へ向かいました。報告にあった南の回廊での異常とはジャイアント族の侵入だったのですね。そうです。しかし安心してください、南の回廊は破られてはいません。信じがたいことですが彼らはおそらくカラントから生まれたのだと思います。そうみたいだな。それでエルドリエはその後どうしたんだ。ジャイアント族を回廊から出さないよう彼らとの戦闘を開始した。奥へと彼らを引き寄せ隙を見て回廊を崩落させ閉じ込めようとしたのだ。しかしそこで何者かが私の前に現れたのだ。誰です。わかりません、頭巾をかぶっており顔も見えませんでした。ジャイアント族に囲まれながら私はその頭巾の者と剣を交わしました。実力のほどは。聖豪騎士に等しい剣術です。そして奇妙な防護術を用いました。剣は全てその壁に弾かれ結局私の攻撃は一度も奴の体に届かなかったのです。神聖術あるいは特殊な防具か。とにかく私はジャイアント族の猛攻と頭巾の者の特殊な攻撃に疲弊し傷。おそらくその際にディープフリーズを使われたのでしょう。
ディープフリーズですと。しかしその術式は元老長と最高司祭芸家しか使用できないはずでは。心当たりがあるとすれば。なあ、飛竜でカセドラルを飛び立ったという謎の人物。飛竜を奪った者はディープフリーズを使えるほどの術者ということかもしれません。それだけじゃない。エルドリエはカラントによって捕獲されていた。俺たちもカラントに近づいたことはあるが、そういう状況に陥ったことはない。つまりその頭巾の者はカラントを使い、意図的にエルドリエを捕まえたということですね。ディープフリーズを使え、おまけにカラントを自由に操る術も持っている。とんでもない相手だ。しかしあなたが無事だったことは喜ぶべき事実です。ありがとうございます。ひとまず今回のことを王都の対策本部へ伝えよう。その後、王都に帰還した俺たちはカーディナルに一連の事件について報告。そして大元のカラントについてカーディナルに解析を頼んだ。あ、そうだ、これを渡そうと思っていたんだ。カラントのかけらかな。俺たちはカラントを捜索する中で、それぞれの根が一箇所に伸びているんじゃないかと考えたんだ。うむ、一箇所から全てのカラントを管理していると。そう、それで南の回廊に行った時、ひときわ大きなカラントを見つけたんだ。それが全てのカラントの核、コアとなるものだった。ちょっと、カラミティプラントを略したままコアをつなげるの？お前は相変わらず物臭ですね。とはいえ、私たちもいつの間にかカラントと呼んでしまっていますが。まあ、カラミティプラントコアはさすがに長すぎるし、それでいいんじゃない？ね、アスナ。うん、私もいいと思うわ。ともかく、このかけらは大元なる存在、お主の言うところのカラントコアのものじゃな。ふむ。どうだ？お主の推測通り、カラントコアが帝国中に伸ばした根から複数のカラントが作り出されたようじゃ。それじゃあカラントコアを切ったことによって新たなカラントが生まれる可能性は断ち切れたってことだな。うむ、ひとまずはそう考えて問題ないじゃろ。よかった。そうだ、カーディナル、もう一つ渡そうと思っていたものがあるんだ。なんじゃこれは。種？植物の種子か？それはカラントにできていたんだ。ほう、それは興味深いな。こちらは慎重に解析する必要がありそうじゃ。ああ、任せる。そして解析結果を待ちつつベルクーリの元へ向かった。以上が南帝国で起きたことに関する報告です。ご苦労だったな。お前さんたちの功績は相当なものだ。魔獣討伐にカラントの捜索と破壊、そして何よりジャイアント族の人界への侵入を防ぎ、エルドリエを救い出してくれた。騎士としてやれることをやったまでです。ところで報告の中で気になる箇所がある。メディナに従ったという者たちについてだ。確かに不可解です。所在の不明な民が突然協力的な行動を取るなど。それは説明します。いいのか、言いたくないことなら。聖豪騎士様を前に嘘はつけない。それに元から機械を見て話すつもりだったから。私に協力してくれた者たち、彼らは全員がベクタの迷子です。つまり
これまでの記憶を失って突然見知らぬ場所に現れた連中ってことだな。近頃各地で急増しているという話を聞きましたが、それについては分かりません。ですがベクタの迷子に関して私に不思議な力が宿っていることに気づきました。力とは？理屈は分からないのですが、ベクタの迷子に触れることで彼らに忠誠心のようなものを芽生えさせることができるのです。忠誠心だ。そうだと思う。私は彼らにお願いをしてカラントの場所やジャイアント族の情報を集めたんだ。なるほどな。多少は納得ができた。しかしそのような能力をメディナが得た理由が分かりません。そうだな。やっぱりこういうのは詳しい人に聞くのが一番だ。解析は終わったぞ。それで？まずはお主とだけ話したい。俺と？うむ。リアルワールドの知識や用語を使わねば説明が困難なのでな。わかった。場所を変えよう。それでメディナの力の原因は何なんだ？モジュールじゃ。メディナの中にはモジュールがある。モジュールだって？どうしてそんなものが？わしにもこれがどういった目的で入れられたのかはわからん。しかしどういった機能を備えているのかは把握できた。このモジュールは持ち主が触れたものの ID を識別し、特定の番号を持つ者に反応し作用するようじゃ。特定の番号ってのはベクタの迷子ってことだよな。いや、正確には一部の記憶のみを持ってアンダーワールドで目覚めた NPC じゃ。 NPC？ メディナの協力者は全員 NPC なのか？そうみたいじゃ。こっちも原因は不明じゃが、多数の NPC が突如としてアンダーワールドに発生した。最近増えたベクタの迷子はてっきり俺たちと同じリアルワールド人だと思ってたけど、でもそれなら STL を使わないし大勢現れたことの説明もつくのか。それにしても疑問は多く残る。その NPC ってのはアンダーワールド用にもともと設定されていたものなんだよな。 NPC を呼び出す機能はあったようじゃが、その AI の情報はどうやら外から引っ張ってきているようじゃな。外ってリアルワールドか？うむ。つまりリアルワールドの情報を元にした AI が突発的に増えた NPC に搭載されておる。だが彼らの人格を構成する記憶が不完全なためベクタの迷子という扱いを受けたのじゃろう。どうしてわざわざリアルワールドの情報で NPC の人格を作ったんだろう。メディナにそんな特殊なモジュールが組み込まれている理由は？わからん。おそらくモジュールはリアルワールドからの操作で入れられたものじゃろう。アンダーワールド内で術式のみによる調査には限界がある。そうか。何にせよこれでメディナの不安が少しは解消されるといいんだけどな。よし、メディナや整合騎士たちに解析結果を伝えるとするか。くれぐれも新整合を多用して彼らを混乱させることのないようにな。やはり私が触れることでベクタの迷子に変化が起こるのですね。うむ。じゃがベクタの迷子とは先ほど言った通り扱いが多少異なる。記憶を失いつつも積極的な魔獣討伐や探索を行う連中じゃ。冒険者、彼らをそう呼ぶことにしよう。別の世界からやってきた冒険者。この力があればホルティナの助は。父上、やっと私は。
メディナ嬉しそうだ。これまでに見たことがないぐらい。ベルクーリ様、メディナ・オルティナノス、この力を対策本部のために使う所存です。より多くの冒険者と接触し、仲間として引き入れつつ、彼らを魔獣討伐の人員へと当てます。そうすれば対策本部の人手不足も解消できるのではないでしょうか。まあ単純に戦える奴らが増えれば状況は良くなるだろうが。何か気にかかる点でもあるのでしょうか。実際に私は冒険者と共にジャイアント族との戦いも行いました。勝利こそ私たちだけで得られはしませんでしたが、その有用性は分かっていただけると思います。ああ、有用性は分かっている。おじさまが気になっているのは冒険者の意思ではないでしょうか。まあ多少はな。どういうことですか。仲間にすると言ってしまえば聞こえは良いですが、あなたの力は冒険者の意思を無視して強制的に従わせることです。そんな、私は冒険者に無理強いをしようというつもりはありません。ただ力を貸してくれるというものにお願いをするだけ、命令ではない。そうですね。失礼な態度を申し訳ありません。私はただこの力があれば役に立てると思っただけなのです。与えられた力を対策本部のために使うことこそが私の使命なのではないかと、そう思っただけです。キリト、お前もそう思うだろう。この力があれば私の悲願は果たされる。メディナ、俺は少し。どうしてだ。メディナは無茶をしてジャイアント族と戦ったりしてた。いくら仲間がいると言っても心配だよ。汚名を注ぐためだって言っても、メディナが怪我をしたりしたら元も子もないんだぞ。お前、私が冒険者を引き連れていることではなく、そのことが心配だというのか。もちろんメディナの力についてもわからないことだらけだよ。でもそれ以上に俺はメディナのことが心配なんだ。だから無理はしないでくれるか。キリト、たとえ多少無理をしてでも私は武功を立てる。それがオルティナノスケ当主としての務めだ。アリス様、どうか私がこの力を使うことを認めてはくださいませんか。分かっています。あなたを責めるつもりはなかったのです。自分の能力を最大限に使って功績を上げ、人界を守ろうとする。ですが方法を一歩間違えれば、あなたの力は強制的な支配そのものになってしまいます。かつて私は強大な力を持ちながら、それを支配という形でしか使えなかったものと話しました。メディナ殿にはあのような選択をしてほしくない、そう思ったのです。そうでしたか。お気遣い感謝いたします。この力必ずや人界の平和のために使います。ええ、ありがとう。話はついたようだな。メディナが正しく力を使えるのであれば、ぜひとも協力してほしいと俺は思う。現にカラント捜索やジャイアント族の発見と討伐もメディナと冒険者がいたからこそ、これほど早く対応することができたんだからな。はい、もちろんその功績は認めます。メディナ殿、冒険者も人です。彼らの意思も尊重し、その命を大事にしてください。もちろんです。冒険者と力を合わせ、必ずやさらなる成果を上げてみせます。
皆準備はできたな。さて、今回は皆の日頃の働きをねぎらうため、そして新たな戦いへ向けて英気を養うため集まってもらった。カセドラルシダ発生から今日まで激動の毎日だったが、ようやくカラントコアの破壊と魔獣への対応にひとまずの区切りがついた。そこでこの機に今回のような食事を設けることとなった。皆大いに食べ、そして飲んでくれ。本来であればもっと早くにこうして皆と話せる機会を設けるべきでした。状況が状況だもの、仕方ないよ。そうね。それにこういう打ち上げって私たちもリアルワールドでよくやってたから、かしこまった席で話すよりはなんだか気が楽でいいわ。私は緊張しますけど。そうだよね。別世界の人との会食なんてすごく不思議な気分。それならこの機会を無駄にしないようにしないとね。それにここにはちょうど女子しかいないんだし、今しか話せないこともあるんじゃない？そうですね。私から聞きたいことがある。メディナからなんて意外ね。もちろんいいわよ、何でも聞いて。以前アスナたちはキリトと同じ世界から来たと聞いた。だがその理由までは聞いてもいなかった。別世界に行く、私にとっては突拍子もなさすぎて想像することは困難だが、少なくとも強い覚悟がないとできないことだとは思う。だから理由を聞きたいんだ。理由ですか？そんなの一つだけですよ。うん、キリト君を助けるため、そのために私たちはこの世界へ来たの。キリトを助けるため？待って、本当にその理由だけ？それだけで別世界に行くことを覚悟したのか？そうよ。まあ驚かれる気持ちもわからなくはないけどね。キリトにはたくさん助けてもらったし、大切な友人だし。はい、困っているのなら少しでも力を貸さなきゃって思うんです。とはいえ、よほど考え抜いてこの世界に来たんだろうな。それはどうでしょう。メディナさんにとってのオルティナノスケの汚名返上みたいなものだと思います。使命ってほどではありませんけど、お兄ちゃんを助ける、それが私たちのすべきことだと感じたんです。うん、だから本当のところはね、理由云々を考える前にここへ来る決断をしたって感じかな。はい、私もキリトさんの状況を聞いて気づいたらこの世界にいたようなものですから。キリトを責められないくらい無鉄砲な行動ね。まあ私もだけど。でも後悔はしていないから。元の世界に戻りたいとは思わないのか？思わなくはないけど、でもキリト君はこの世界にいるから、もしも今すぐ帰れるって分かっても多分キリト君は残るって言うと思う。だからそうなったら私もこの世界に残って自分のできることをするんじゃないかな。自分のできることか。私にもやるべきことはある。だが自分に何ができて何をすれば役に立てるのかわからない時がある。そんなの私たちだって同じだよ。どうだろうか。アスナたちは無意識に自分のできることをしているはずだ。日常生活でも戦闘の最中でも各々が自分の役割をしっかりと果たしているように感じる。私も頑張らなければならないな。すまない、空気を悪くしたな。気にしないで。
メディナさんからそういう話題を出してくれて私は嬉しいよ。そうか。さあ、おしゃべりもいいですが食べましょう。せっかくのごちそうなんですから。美味しかった。久しぶりについ食べ過ぎてしまいました。シオ！何ですか急に。遅くなってしまいましたが、私に謝罪の機会をいただけないでしょうか。謝罪？南の回廊で助けたことですか？それならば過ぎたことですし不要です。いえ、なりません。私はあの時状況に流されるまま戦いを始め、数々の無礼な態度を取ってしまいました。その後も機会を失い、今日まで謝罪を示すことができませんでした。聖護騎士であること以前に、一人の騎士として、いや、一人の人間としてあるまじき行為。私はこの介護の念を払拭せねばなりません。そのためにもアリス様、改めて謝罪の機会を。あなたの気持ちは十分に伝わりましたから、もう結構です。本当ですか？ええ、私の言葉を無視してキリトと剣を交えたことも。なぜ私はあそこで剣を抜いてしまったのか。最高司祭芸家が不在の状況で過度な不安を抱いていたのです。果たして自分は騎士としてふさわしいのかとつい考えてしまったのです。だから、エルドリエ、私はキリトとの戦いがあなたには必要なことだったと理解しています。今後も私の弟子として、そして聖護騎士として、その活躍に大いに期待しています。なんという優しさ。さすがは我が師アリス様。今後は聖護騎士としての使命である人界の守護。人界の守護、そうですね。キリト、ん？今話せますか？ああ、大丈夫だ。少し前にアリス・ツーベルクについて聞いたことを覚えていますか？覚えているよ。あの質問をしたのはある悩みを抱えていたからなんです。人界の守護という使命についてだろ。気づいていたのですか？右目の封印を破ったことでアリスは騎士としてもアリス・ツーベルクとしても生きていくことができる。悩むのは当然だと思う。簡単に出せるような答えじゃないさ。はい、私が持つ騎士としての使命はあくまでも最高司祭様に与えられたものです。これまではその使命に疑念を抱くこともなく、聖護騎士としての職務に従事してきました。ですが今はわからないのです。もちろん人界が平和であることを望んではいます。ですがそこに住まう全ての民を思いやることはできません。私にとってはキリトやユージオ、アスナたち、そしておじさまをはじめとする聖護騎士、それだけが私にとっての大切なものたちなのです。それが普通なんじゃないかな。俺だってアンダーワールドを守りたいと思っているけど、分かっているんだ。アリス・ツーベルクならどうしたでしょうか。公然と騎士らしくいることができないのであれば、せめて以前の私らしく振る舞うことができればと思いました。だから俺とユージオにアリスのことを尋ねたんだな。はい。しかしアリス・ツーベルクは思っていた以上に高潔な人間でした。すべてを愛し、すべてから愛される人。ひょっとしたら私以上に聖護騎士にふさわしい人間かもしれません。私は騎士としての使命に自信が持てない。そしてアリス・ツーベルクのような生き方もできない。最高司祭様は人形をやめた人形とおっしゃいました。今の私は
まさにそれかもしれません。キリト、教えてください。私は一体何のために存在しているのでしょうか。それは自分で見つけるんだ。答えを教えてはくれないのですか。俺の答えなら教えてあげられるよ。え？俺はこの世界とそこに住まう人たちを救うためにいる。それこそが俺がここへ来た理由だと思う。目の前にいる人を助けて、そうじゃない人たちも助ける。アスナたちには呆れられるかもしれないけど、それが俺のすべきことだと思うんだ。すごいですね、キリトは。何もすごくなんてないよ。はじめは俺もリアルワールドに戻ることだけを考えていた。でもユージオやアリスたちに出会って、ようやく自分のやるべきことが分かったんだ。だからアリスも必ず見つけられるはずだ。この世界で生まれた君が果たすべき役割がきっとある。わかりました。見つけます。必ず。いつか私にしかできないことを見つけます。だからそれまでは頼らせてください。ああ、もちろんだよ。おう、集まってもらったのは他でもねえ。北帝国の貴族から狩猟地民が行方不明だっつう報告が上がってきたよ。行方不明？おう、狩猟地の持ち主である貴族へ報告もなく、忽然と姿を消しちまったみてえでな。海星号騎士から報告が上がってきたんだ。もしかしてこの異変は何かカラントと関わっている可能性がある。ああ、大元となるカラントを見つけるためにも念のため調査する必要がある。分かった。それじゃあ北帝国でその調査を行ってみる。まずはルーリットの村を目指す。そこでセルカたちの安否を最優先で確認するよ。セルカ。アリス、約束を覚えているか。はい、ルーリットの村に連れて行ってもらい、セルカの姿を見せてくれると。今がその時だ。しかし心の準備が。アリス、迷っている時間はない。行きましょう、ルーリットの村へ。会議後、俺はアスナたちやメディナにも声をかけ、一緒に来てもらうことに。救世主様、私たちはここで何をすればよいのでしょう。魔獣の討伐などありましたらいつでもおっしゃってください。救世主様、お腹は空いていませんか。私お料理します。いや、今は何もしなくていい。お腹もまだ空いてないから食事も後でいいし。はい、わかりました、救世主様。いや、そんな直立不動でこちらを見つめられても困るのだが。よう、メディナ、冒険者のみんなを対策本部に連れてきたのか。ああ、主に剣士や戦士を天職としている者たちだ。私についてきたいと言ってくれたのでな。とはいえ、あの少女は違うがな。どうしてか南帝国を去るときに私から離れようとしなかったから。欠陥品がゾロゾロと哀れな。どこの馬の骨とも知れぬベクタの迷子を連れて行きよったわ。欠陥品は一人では何もできぬ役立たずゆえ、数で勝負というわけよ。言いたいことがあるならば、はっきりと目を見て言えばどうですか。これはこれは、オルティナノス殿。何、一言もあなたのことだとは言っておりませんぞ。ですが、ご自分のことだと思われたのは何か心に覚えがあるのでは。いい気になって、
哀れなベクタの迷子を集めて徒党を組んだところで欠陥品は欠陥品。夢夢、何か功績を立て氷協会があなたをお認めになるとは思いなさるなよ。おい、あんたら無駄口を叩いてる暇があったら仕事に戻ればどうだ。まったく、対策本部にまで嫌味な貴族がいるなんて世も末だな。貴族はそんな奴ばっかりだからしょうがないんだろうけど。いや、貴族はそんな奴ばっかりって言ったけど、メディナのことじゃないぜ。メディナは違うから。そうだな、私は全然彼らとは違う。家柄も育った環境も。メディナ、メディナ殿、もしやその冒険者たちを連れてきたのですか？彼らは南帝国に在住していたのでは？アリス様、彼らは私についていきたいと言ってくれました。それゆえ引き続き協力してもらうことに決めたのです。決めた？彼らではなくあなたが？はい、私が決めました。そうですか、わかりました。彼らに無茶はさせないように。そして俺たちはルーリットの村を目指したのだった。人海に突如品質したベクタの迷子冒険者たち、彼らはメディナを救世主と呼び忠誠的な行動をとる。その現象を不思議に思いつつ、俺たちはアドミンストレーターの真意をまとう魔獣を生む花カラントと魔獣の討伐を継続。最終的にはカラントの大元カラントコアを殲滅し、南帝国の平穏を取り戻した。その後メディナは接触することで冒険者たちを従える力を保有していることが判明。その能力で必ずや対策本部に貢献すると意気込むメディナだが、アリスは人を無理やり従える行為はやめてほしいと訴える。そんな中、北帝国では失踪事件が発生。俺たちは調査とセルカたちの安否確認のためルーリットの村へ立つ。話を聞かせてくれますか？はあ、わかりました。
もしかして、つまり、ああ任せて。頼む。なあ、ああやばれてやりましょう。
君となら切り暴れて負けない。